こんにちは、速稼塾の小手でございます。まあ人っていうのはね、まあいろんなインターネット上の配信によって傷つけられたり励まされたりするものでございます。私たちは情報を正確に受け取る目を持たなければなりませんし、判断する脳を持たなければなりません。人を傷つける人、人を貶めようとする人の言葉に影響されるのか、それとも貶められてもね、自分を気高く進んでいこうとする、そういった精神に私たちは寄り添っていくのか、私たちの、ね、受け取る精神、その受信力が求められていると思いますけども、ちょっとねややこしいこと言いましたけども、あの北海道の、ね、例の14歳の、まあ、女の子がねお亡くなりになったという事件がありました。まあ、いじめ自殺というふうに言われてますけど、これはね他殺の可能性が非常に高いわけなんですよ。しかも殺害されるその直前にですね、まあ、集団で性的な、まあ、いわゆる集団レイプをされた恐れがあるということでございます。まあ、いじめとは言えないですね、ここまで来るとね。でしかもこれはですね、今回お亡くなりになった女の子だけではなくて、今でも続いていて、過去にも起きていて、まあ、常習化されている、いわゆる旭川というのはそういう地区であるというふうなレッテルまで貼られる可能性もあるわけなんですよ。ぜひね、この旭川にお住まいの方とかね、まあ、真相をね、隠さずに明らかにしていただいて、一刻も早く正常な地域っていうのを取り戻していただきたいかなと思います。というのがね、まあ、本当にね、これ、まあ、海外のマフィアとかも入ってくるような大きな事件になりかねないんですよ。で警察も手を出せないし、メディアも放送できないわけなんですよね。要するに旭川という地区全体でもうビビってしまって、まあ、悪の言いなりになってしまってるっていうところがね、見え隠れしてるわけなんですよね。まあ、怖いですよね。ただね、まあ、インターネットの住民っていうのは、まあ、すごい情報処理能力なのかな、そういう人が結構いるんですよね。高い情報処理能力を持った人は結局多くの人の共感を呼んで、まあ、強くそこに打ち立てられるわけなんですよね。で今回ね、はっきりと私がねこの動画で申し上げられないんですけども、ちょっとどうしてもね、この配信で速稼塾の配信で申し上げたかったのは、情報をしっかりと見定めなければならないってことと、これからねとてつもない犯罪がこの日本に起きるってことなんですよ。今でも起きてますけども、今はねまだ各地で点在して起きてるようなことですけども、数年後には当たり前のようにあなたのお住まいの地区でも起きてきますよ。それこそですね、隣の家に空き巣が入ったけども全然気づかれなかったとかね、で、近所でお亡くなりになった方が実はね他殺だったとかね、そういうふうな不気味な事例がこれからどん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 起きてきますんで、非常に高い警戒感を持って、特に過疎地とか、多いと思います。これからどん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 少子高齢化で増えてくると思うんですよ。で若いね血気盛んな若者はいなくなって、そしてですねちょっとね頼りないと言いますかね、体力を衰えた人たちが数だけいるみたいな感じになっちゃいます。でこれからね本当にね安全とかね危機管理っていうのを一人一人が持っていかないと、持つだけではなくって隣近所と連携していかないといけないです。それこそね隣の人と話したのいつだったっけみたいな、そんなところに、ね、犯罪は入り込みやすいですからね。で昔でしたらね、ある意味地域の暴走族とかね、ちょっとグレたやつとかがいて、それがねある意味防犯になっていたんですよ。縄張り意識とかみたいなやつでね。でも今そういうのがいませんから、外から入ってきた人がむちゃくちゃやってもそのままねやり逃げされちゃうんですよね。でこっちの方が実は怖いんですよ。で全国的にはその反社会勢力と言われるいわゆる暴力団っていうのもどんどん解体されていって、今多分構成員として名前が上がってるだけでも1万数千人ぐらいになっちゃったと思うんですよ。ちょっと前はね、20数年前は20万人ぐらいいたんですけどもね、それでいろんな団体が抗争を繰り返していたっていうところもあったんですけども、だからこそ外部からのエネルギーがその地区に入れなかったっていうところはあるんですけども、今はね、その地区をいわゆる縄張り意識を持っているグループっていうのがないですから、外から入ってきたのがね、本当にむちゃくちゃやって去っていくみたいなことも頻発するんですよね。だから何と言いますかね、反社会勢力というふうに一言で言いますけども、本当に反社会勢力だったのかなと、ちょっと考えなければいけない時期が来ます。特にね、なんですかね、元暴力団とか元暴走族で YouTube で活躍してる方とか、それからメディアに出てね、公正を訴えかけてる人っていうのが、ポチポチと出てきたみたいに、もしかしたら私たちはね、自分たちを守ってくれるというのか、なんなんですかね、正義とか義理とか人情っていうのはね。ちょっと私も言葉ではまとめにくいんですけども、ちょっと話戻しますけども、その北海道の旭川で起きたそのいじめ事件と言われているもの、これねちょっとね問題意識ある方だけでもいいんですけども、まずは
下の動画概要欄からね、全体像を時系列で見ていただきたいかなと思って今回動画にさせてもらいました。私から話すことはもうこれ以上はあまりないです。ただこういう問題をね、忘れてはいけないですし、私たちの住んでいるこの地区にも同じような事件が起きると思いますし、起きているってことなんですよ。それを食い止めるためには今自分が動くしかないです。私も実際自分で動いて地域を細かいところまで見たりとかね、そしていつでも戦えるように自分の体も精神も鍛えていこうと思います。本当にね、悪党っていうのはどっから出てくるか分かりませんし、いつ表現するか分かりません。自分が危機に陥ってると思えば思うほど、そのモラルとかはね、関係なく人を傷つける行動に出る人も多いですからね、用心していただきたいと思います。私も情報発信をする中でですね、私自身に向けられる誹謗中傷とか暴力行為っていうのもありますけども、だからそれに防衛する意味でもね、さまざまな対策を私は誰よりも一足先二足先に立てるつもりでございますけども、ただ情報発信しなくてもですね、忍び寄るものあるんですよ。ある意味私は情報発信してるから、何かが起きたらすぐに情報発信できるんですよね。でも情報発信してない人はやられ損になってしまいますから、そこら辺はね、ご用心いただきたいかと思います。ちょっと失礼します。じゃあ下の概要欄から今回ね、絶対に忘れてはいけない事件をちょっと見ていただければと思います。